ジェリー・ローリングスは、ガーナ共和国、第8代及び、第10代国家元首、第4共和制の初代大統領。アクラ出身。ガーナ空軍大位だった1979年、軍事クーデターで、フレッド・アクホ軍事政権を打倒し、軍事革命評議会議長に就任。第8代国家元首となったものの、すぐに民政移管を行い、ヒラリマン大統領に政権を移譲する。 しかし、リマン政権は、機能不全を起こし、経済の停滞が続いたため、1981年に2度目のクーデターを起こし、今度は長期軍事政権を敷いた。ローリングスは、当初社会主義を施行したものの、やがて1983年以降構造調整を実施し、ガーナ経済は、年率5%程度の安定成長を遂げるようになり、これによって、 政情も安定した。1992年民主化を実施し、複数政党制を導入。大統領選挙では、政情の安定及び経済発展を評価され、第四共和制の初代大統領に就任。1996年の選挙でも対象するも、憲法の参選禁止の規定により、2000年の大統領選挙には出馬しなかった。2020年11月12日に、 首都アクラの病院で73歳で死去。ありがとうございます。